はい、ちょっとこれビログにして成り立つのかどうか微妙なところではあるんですけど、ちょっとひょんなことからですね、亡くなったばあちゃんの本籍、戸籍謄本ですよね。正確に言うと、なんだっけ、原戸籍とか空戸籍とかいうのかな、あれをね、取り寄せなきゃいけないっていうことで、ちょっと今それを取りに行こうと思います。この元戸籍、原戸籍っていうのは、まあ亡くなったところから順にこう生まれたところまで遡っていくっていうことになるんですけども、まずまあ住んでた市というか最後に本籍があったところから今取り寄せてですね、そこに書いてあったどっから転入してきたかっていうのが書いてあるんで、それを見てこう辿っていくということになるんで、まず1個目はもうまあ住んでた市というか、そこはそこの市役所に行けば取り寄せられると。でその前がね、僕分かんないかったんです。要するに僕の生まれる多分前だったと思うんで、取り寄せた原戸籍を見てやっとどこか初めて知った感じなんです。まず1個目はその最後に住んでた市で、1個前2番目が今から向かう横浜市旭区です。横浜市旭区っていうのは別に車で通ったこととか電車で通ったことはあるんで行ったことないわけではないんですけど、その本籍が置かれてたとこっていうのが行ったことなかったんで、ちょっと今回ですね、戸籍があった場所へちょっと行ってみたいなと思います。これをね、皆さんに公開して何の得があるんだっていう動画ではあるんですけども、まあ僕の備忘録的なものと思って、見ていただければいいかなと思っております。というわけで、僕の備忘録、ばあちゃんの戸籍をたどる第1弾って言っていいのかな、横浜市旭区でございます。ここでいいんでしょう。いや、ここでいいんだよな。旭区総合庁舎。区役所なのに、消防車あんの？消防署併設なの？これ。はい、というわけで、今、旭区役所の方で戸籍取り寄せてまいりました。ここの横浜市旭区に来る前は、熊本県熊本市、出水って読むのかな？泉って読むのかな？出水町王子だそうです。ということは次は熊本だな。で、その前に、せっかくここまで来たので、この横浜の旭区に本籍があった場所に行ってみたいなと思います。どんなところに住んでたんかね。まあ、戸籍っていうかね、本籍は現住所とはまた限らないんでね、実際に住んでた場所ではないのかもしれないんですけど、調べてみましょう。横浜市旭区白根町720番地。ここなの？ここなの？あ、間違いないわ。嘘？ここなの？まあいいや、ちょっと行ってみます。はい、というわけで横浜市旭区で本籍が置かれてた場所っていうのはこちらでございました。ここっす。いや、まさかね、本籍辿ったら前の本籍があったところがココスだったって。まあね、ほら今の住所になる前の住所だったりするんで、必ずしもここかっていうと微妙なところはあるんですけど、でも番地が変わってなかったとすれば、まあ住んでたところに後でココスができたっていうのが真相なんでしょうけど、まさかね、本籍辿ってね、ココスに行き着くって、どんだけネタだよこれ。じゃあ次はね、熊本なんで、熊本はどうしようかな。さすがに郵送で取り寄せられるんでね、郵送にしようかなとも思うんですけど、でもあれだな、なかなか熊本も行く機会ないからね、もしお金と時間の都合合えば直接行って取りに行ってもいいな。